皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、プロセスに楽しみや面白さはありますかというテーマでお届けいたします。私は1989年から2000年まで量販店に勤めていました。そこではマーケティング関係の仕事をやっていましたが、メインはチラシやダイレクトメール、そしてイベント企画などの販売促進業務でした。とにかくチラシやダイレクトメールなどの紙媒体による宣伝や販売促進を積極的に行っていた会社で、年間200種類以上のチラシやダイレクトメールを発行していました。ほぼ1日半に1枚のチラシやダイレクトメールが発行されていた計算になりますが、これをわずか3人で作成していました。作成といっても、販売促進の企画、媒体の企画、原稿集め、撮影、デザイン、キャッチコピー、構成、入稿、効果測定までの一連の作業をすべてカバーしていました。とにかく忙しかった記憶しかありません。このような状態に10年間も身を置くと、常に締め切りに追われていて、追い詰められた感がいつもありました。一つ終わると次の締め切りが2日後にあり、またそれが終わると次の締め切りが明日。ずっとこの繰り返しです。こうなると、創造性だの、クリエイティブなどとは無縁となります。ただただ締め切り間近の仕事を流れ作業のようにこなすといった感覚になってしまうんです。言い方は悪いですが、クオリティは二の次で、完成させることが目的になってしまうというのが本当のところです。今日の本物の商売を目指すポイントです。このようなことを1年間も続けているとマンネリに陥ります。マンネリに陥るということは成果が出にくいばかりか、環境の変化に対応できないということでもあります。こうなってしまっては製造ラインの歯車の一つのようです。当時は気づきませんでしたが、今から考えると完全に歯車の一つにしか過ぎません。さて、チラシやダイレクトメールの作成がいかに大変かを書きましたが、営業マンに比べれば毎日締め切りに追われているのはまだ楽のような気がします。営業マンは締め切りに加えて売上目標に追われていますが、これは企業によりけりですが、売上目標に到達しなければ厳しく追求される企業もあります。これが行き過ぎると脅しということになります。こうなると自身の売上目標を達成するために強引な営業手法を使ったり、ひどい場合ですと架空の売上を計上するなんてことも聞いたことがあります。ここから言えることは、人間はあまりに追い詰められると、その苦しさから早く逃れないために善悪を抜きにして手っ取り早く成果を出そうとします。脅しの他にも煽るということもあります。煽ることによって売上目標を達成させようという上司もいます。最近では聞かなくなりましたが、やればできるなどと全員で拳を振り上げて昭和したり、大声を張り上げて各自の売上目標を叫ぶなんてことをしている企業もあります。このような方法はマネジメント手法としてはあまり利口な方法とは言えません。結局無理をしてやることになるので大変なストレスとなります。ストレスは健康を害しますし、尋常ではない行動を生むことになります。このような意味からもお勧めできないマネジメント手法です。売上目標という結果にフォーカスしてしまうと、社内の雰囲気が殺伐としてきます。ですから、フォーカスすべきは結果を出すまでのプロセスです。そのプロセスに面白さがあったり、ワクワク感があれば、自ら進んでそのプロセスに取り組むようになります。またそのプロセスを当事者に考えてもらえばいいのです。自ら考えたものを自ら実行する。そうすることによってそこにやりがいを見出すこともできるでしょう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。